諸岡熊野神社は、横浜市港北区、諸岡町にある神社である。旧社格は豪社。横浜北部の総鎮守とされる。和歌山県熊野三山の祭神と一体で、伊沢波村、古都会の男命、早玉の男命を祭神とする。神気元年、そう、全久主が空から降ってきた、熊野大権現の神札を、 当地のなの大木のうろに収め祀つったと伝えられる。庭元年7月に、高校天皇の直至六条中納言、藤原有夫左京が下校し、関東随一大霊元所熊野宮の直学を、賜わって以来、うった天皇、大五天皇、須作天皇、村上天皇の直願書として、社僧十七坊が伏せられた。明治元年神仏分離の際、 熊野神社と北家寺図に二分され、明治三年建社に列格したが、うじ子の陳情があって、明治六年三十三河村の豪社に列した。本殿は、権限作り付きで、聖徳二年の創建。付属する熊野郷土博物館は、社宝、考古資料、民族資料、刀剣、古文書等、約二千点を所蔵する。境内地は、約四千八百坪。 境内の樹林は赤菓子を主体とした団体林の自然植生をよくとどめており、諸岡熊野神社の社窓林として神奈川県指定天然記念物となっている。門前に、イテンを祀る、井の池、裏山に神事に使う、野の池があり、現在は埋められ、大曽根台に公園となった地の池と合わせて、命の池と呼ばれていた。このうち、井の池は、 横浜市登録地域文化財に登録されている。裏山である権ン,ン三島斜面には横浜市史跡に指定されている諸岡貝塚がある。斜門は三足カラスであり、熊の散々において信仰されたヤタガラスに由来するものと考えられる。三つ足ガラスは日本サッカー協会のシンボルマークでもあるため、近年当社はサッカー神社としても親しまれ、サッカー、 日本代表の公式エンブレムのついた日本サッカー協会公認のお守りや絵馬が販売されている。神奈川県横浜市港北区市岡町座標宿1137番地。ありがとうございます。